八王子市立別所中学校は東京都八王子市別所にある公立中学校である。1990年4月1日、多摩ニュータウンの第12地区の学校として八王子市別所に開校した。2010年に創立20周年を迎えた。開校当初は生徒数67名の小規模校であったが、現在は1学年3クラス、全学年で9クラスの中規模校である。 2016年4月1日より、本校に特別支援級が併設された。2018年6月10日、現在、生徒数は次の通り、単位は人。平成13年をピークに、徐々に人数が減っていっている。もともと、各学年6クラス存在していた。平成28年の3年生を最後に、普通級の第4組は亡くなったため、 全学年が3クラスとなった。しかし、周りの小学校の平成30年度5年生が異常に多いため、一時的にクラスが増える可能性がある。上記で述べた通り人数が減ったため、空いた教室が増え、2階に特別支援級が平成28年度より併設されることとなった。特別支援級は A 組という名前になったため、普通級の第1組は、 ビリ組からスタートする。平成30年度より、校内で A 組委員会が設立され、普通級の生徒との交流も深めている。部活ではない、新たな取り組みとして、コーラス部が設置された。主な活動としては合唱コンクールで歌うことだが、最終的には全国大会へ進出することを目的としている。主任は小川文明が担当している。八王子市は、 学校選択制を採用しているため学区域は存在しないが、旧学区では、八王子市立別所小学校と八王子市立秋葉大小学校を主な学区域としていた。八王子市立別所中学校、公式ウェブサイト学校概要八王子市、教育委員会公式ウェブサイト八王子市立別所、中学校公式ウェブサイトより、ありがとうございます。